どうも皆さんこんにちは。チャメンチャンネルのヤマハです。ディズニーミュージックパレード、ヴィランズダークパレードイベント開催中です。今回ヴィランズのガチャを引いていく動画第3回目となります。3回目追加されたキャラクターはこちらです。ガチャ画面いきます。はい、ガチャ画面来ました。まず1人目、眠れる森の美女よりマレフィセント、めっちゃかっこいい。そして次に出てくるのがライオンキングよりスカーの登場です。この2人ね、今現在開催中のイベント別イベント、ビンゴスプラッシュっていう、まあビンゴのイベント一番最後やると、最後まで行くとスカーかマレフィセントのどっちかが手に入るチケットがもらえるんですけど、この2人がいないとね、イベントがなかなか進まないんですよね。まあということで、まあプレミアム、ピックアッププレミアムガチャを回していこうっていう話です。まあ本当はね、前回の動画でもお話ししたように、第2弾のガストンが欲しいんですけど、まあこの2人がいるとね、ほんとそのイベントの進みが良くなってね、いろいろジュエルとかももらえるんで、まずはこの第3弾の2人を狙っていくと。それでは早速いきましょう。その前にいつものやついきます。はい、いつものコインガチャの画面来ました。まずは10連分験担ぎ的な意味を込めてちょっと回していきますと。いきましょう。まあいつも通りですね。ピラリンチョもなく飛ばしますと。うん、はい、まあ微妙ですけど、まあいつも通りプレミアムピックアップガチャは回していくと。それではガチャ画面戻ります。はい、それでは早速10連目から回していきます。現在持っているジュエルでは30連までしか回すことができませんが、30連までにピックアップどっちかが来ればもうこの試合はもう勝ったも同然と。それでは早速10連目からいきたいと思います。10連目は星4以上のキャラクターが1人確定してます。それではいきます。ゴー。この瞬間がいつもめちゃドキドキして本当に怖いんですよね。流れ星はない。花火お願いします。うん、まあ上がんないよね、そりゃ10連目から上がんないよ。来るか。うわあ、最低限飛ばします。うん、まあ何とも言えない顔ぶれになりましたね。OK です。はい、1回目のガチャは爆死しました。2回目いきたいと思います。あと2回しか回せないんで本当に大切にいきたいですが、いきましょう。お願いします。せめて星5。ここは星4も確定してないからね。いけ。いやー来ない。だがしかしこっからの、なあ飛ばします。サリバンとパン結構出てくるな。うん、 OK です。やばいわ、あと1回で終わっちゃうよ。ちょっと奇跡を信じてチケットガチャの方回してみますか。チケットガチャの方行きましょう。さあ、500万回プレイチャレンジで50連分のねチケット配布されました。30連分はねもう回しちゃって、なんかすげえ、うん、あんまいい引きじゃなかったんですけど、残り20連分残してるんで、まずはそっから回していきましょうか。10連分いきます。ここでマレフィカスカーが来てくれると本当にありがたいんですけど、まあ多分来ないだろうな。せめて星5が来るか。来ないよね、来るわけないよね。ギラリンもないよね。
絶望だよ絶望。50連チケットあと1個、20連目いきますと。こんなトントン使っちゃっていいの？これ大爆死で終わるんじゃね？うわ来た、え、星子が来たよ。10枚目ですね。これはちょっと1個ずつ見ていきましょうか。多分ねチケットだから確率は変わってないんですけど、できたらマレフィカスカーが出てきてくれるといい。1枚目はミッキー&フレンズよりミニーマウスちゃんの星4が登場しました。2枚目はゼペジーです。この魚のなんかキャラクターみたいなライドはなんとかしてほしいところではあります。3枚目はアリス・イン・ワンダーランドよりチェシャ猫が登場。チェシャ猫もそろそろ星5が見えてきていますね。4枚目はムーランよりリー・シャン。僕はこいつが出てきてもあんまり嬉しくありません。そして5枚目、またしてもアリス・イン・ワンダーランドより白ウサギさんの登場。6枚目、リロ&スティッチよりリロ、私のお気に入りバージョン、こちら新しい方ですね。7枚目、ピーターパンよりウェンディ・ジョン・マイケル。8枚目はモンスターズ・インクよりランドール。9枚目はムーラン、星3のムーランの登場です。そして次が来ますよ、星5ですよ、来い。え、ん、え、今福船長、今、いや嬉しいけどな、フック船長今、マジ、え、いやヴィランズだけどな、マレフィセントかスカーが欲しかったんだけど、まあまあまあ嬉しい、嬉しいね。いやガストンが欲しかったな。いやダメだね、欲を出しすぎてもダメなんで、とりあえずチケットガチャで星5が出てきてくれたことに感謝しましょう。ありがとうございました。またピックアップの画面に戻りますと。はい、ピックアッププレミアムガチャ画面に戻ってきました。最後の1回、10連分ですね。残すところあと1回になりました。先ほどのチケットガチャで最後にフック船長をね救い出すことに成功しました。このままいい流れを保ったままマレフィカスカーのどっちかを回収したい。それでは、ラスト1回いきたいと思います。お願いします。次は星4以上は1人は確定してますね。いくぞ。いやー嫌な予感するな、ちょっとよく出てきてるもんな。やっぱ人間欲を出すといいことがないんですね。流れ星はありません。行きましょう。ああ終わった、花火なし。ああもう爆死だよ。来るか、虹。ああ終わります。ビーストとアリス星4です。はい、いかがだったでしょうか。ピックアップ第3弾のガチャ、マレフィセントとスカーを狙うガチャは大爆死しましたが、チケットガチャでねフック船長を回収するという、まあなんともラッキーな出来事が起きました。またねイベントはちょっと進めづらいんですけど、進めていってマレフィセントかスカーのどっちかはもう必ず回収したいと思います。あとまあそんな感じでね、1ヶ月続いたハロウィンイベントもこれにて終わりです。動画の内容良ければ高評価、オアチャンネル登録、もしくはコメントとかで教えてくれるとすごい嬉しいです。じゃあ今回の動画もこれで終わります。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。ではまた、ありがとうございました。